こんにちは。確かに続けるだけで信頼っていうのはありますね。速稼塾もね、はばかりながら8年続けてるんですけども、だからといって最初の1年目2年目っていうのが信頼関係がなかったかって言ったら、やっぱ最初はね、ネットで知り合った方じゃなくて、それまでリアルでお付き合いしていた方が来てくれましたね。例えば当時はネットビジネスを始める直前までは異業種交流会に参加したり、私も店舗を持ってたんでね、店舗のお客さんとか、それからスタッフとかね、で異業種交流会で知り合った方とか、ランチ会で知り合った方、そういう方と当時は Facebook で友達になりませんかみたいなことやってて、私が Facebook でネットビジネススクール始めますよって言ったら、あ、久保さんがやるんだったらちょっと興味ありますって感じで来てくれたのが最初のお客さん50人だったですね。その50人を1ヶ月かけて、セミナーでは25人ぐらい、それまでに、まあ、マンツーマンで1人とか2人とかをポツポツ1日ごとにやりながらっていうこの感じで、まあ、最初の50人の生徒さんできたかなってところですよね。で、今度はその50人の生徒さんで、まあ、全員実績出るわけですから、ああ皆さん実績出ました、第2回やりますって感じで第2回やりやすくなったかなってことですよね。でやればやるほど人数が増えていって、人数が増えればやっぱりこう確率的にうまくいく人っていうのは出るわけですよ、一定数、絶対数で。その中でじゃあ自分も塾を始めましたみたいなのがポロ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 出だして、私の速稼塾の2年目にはもうすでにもう独立したネットビジネススクールをやってるのが何人もいてね、でコラボもしたりとかして、で東京に伺ったりとかね、他の地域の方とやったりとか、それが新しい信頼を呼んで3年目になり4年目になりって感じですかね。でそれがビジネスから投資に移った時も、やっぱりビジネスで積み上げたお金を投資に振り返った久保さんの投資術は何だろうとかね、久保さんが買っていた暗号通貨は何だろうとか、おすすめする案件は何だろうみたいな感じで、ずっと今までやってきたことが、うまくいったこともうまくいかなかったこともずっと YouTube で放送し続けたっていうところはあったかなと思うんですよ。やっぱ続けることっていうのは、やることが変わっても変わりましたよってことを見せ続けることで信頼になるかなと思いますし、まあ、とかくビジネスって一本気に同じことをやるんではなくて、その時その時に合わせたものにすぐにね、こう変えていくってことも大事だと思うんですよ。でそれを例えるなら、魚っていうのは釣った時は新鮮だけども、釣り上げた後それをね、ずっと放っとくと腐るわけですよね、鮮度が落ちるわけですよね。ビジネスも鮮度が大事だと思います。腐ってから飛びついてもお腹を壊すだけなんで、新鮮なうちに使ってさばいて平らげて、で次に行くみたいなことを繰り返すと思うんですよ。ただし釣り竿はずっとね腐らないわけですから、それはしっかりと磨いておいた方がいいかなと。ターゲットにする魚の群れが変わるだけでね、まあ釣り、いわゆるビジネスは続けるようになると思います。まあ、そういうふうにしていろんな時代に合わせていろんなビジネスに切り替えていくところも一つのね、ビジネススキルと信用なのかなと思います。確かにビジネスで最も大事なのは信頼構築ですよね。やっぱこう信頼して期待してるからこそ商品購入があったりするわけだと思いますし、この人はサポートで逃げないなと思うのは何でかっていうと、ずっと放送してるからですよね。私がこれで逃げまくってたら、他のメールアドレス使ったり他のアカウント使ったりとか、そもそももう YouTube やってないかもしれないですよね。本当ね、今まで有名だった人なんかね、何億みたいな人は綺麗に消えましたね。その人たち全員が詐欺だったのかっていうと、それは分かんないんですけども、消えちゃったんで。まあでもね、誰かのために何かしたいって本当に思うんだったら今でもやってると思うんですよ。どうしちゃったんですかね。いってらっしゃい。